翼だ。有意義に過ごしたか。おーし、なんだお前らか。あのな、春休みだって県大会にずーっと勝ち残ってまた優勝しちまったんだぜ。うちに翼がいたんじゃ、大会に早く負けていっぱい休もうと思ってもそれは無理な注文だよな。おはよう。おはよう、みんな。ウースマネージャー、夏の全国大会に向けて練習でしょ。みんな頑張ってね。ああ、これに優勝すれば俺たち大式戦負けなしで卒業できるもんな。それに今度は史上初の全国大会3連覇がかかってるしな。そうだな。しかし残念だな、マネージャー。せっかくの始業式なのに翼は今日の午後にならないと帰ってこないんだよね。知ってるわよ、サッカー協会の片桐さんと一緒に特別合宿に行ってるんでしょ。本当は寂しいんじゃないの。しまっ照れてやんのよ。しかし女ってのは変わるもんだな。あの南葛応援団の姉子が中学になった途端しっかり女らしくなっちゃってな。ほんとほんと。翼を好きだっていうのはまだ変わってないけどな。言えてる。翼くん、もうこっちに着いた頃かしら。ロベルト、俺はロベルトが残してくれた一冊のノートをコーチにサッカーを続けている。新しい技も体力作りもしっかり覚え身につけていってるつもりだ。翼は片桐さん、まずお前はこの日本で神話を作るんだ。そしてブラジルでもトップになれ。サッカーの国でもお前はナンバーワンを勝ち取るんだ。そして夢はワールドカップ優勝。今俺には一つの目標がある。史上初の全国大会3連覇、公式戦負けなしで卒業することが俺と日本サッカー協会の片桐さんとで誓い合った目標だ。そしてその無敗の記憶を持ってブラジルへ行く。サッカーの国、ロベルトのいる国へ。それが俺の新しい夢だ。
なことじゃまた今年も南葛中には勝てんぞ。ああ、そうだ、今年こそ打倒南葛中、打倒大空翼だ。空出した、走れ走れ。優雅くん、新入生を一人紹介するわ。お前は？お久しぶりです、優雅さん。したか、たけし。よし、これでメンバーは揃ったぞ。南葛中の全国大会3連覇の野望は必ずこの東邦学園が打ち砕いてやる。さあ、すでに始まっております参加104校を数えるサッカーどころ静岡の県大会。優勝候補南葛川根中央相手に3-0、凄まじい強さを発揮しています。石崎くん、逆サイドへのマーク頼む。あ、任しとけ。キーパー、ロングシュートに気をつけて。ロベルト、俺はあれからロベルトの言う通りセンターフォワードからミッドフィルダーのポジションに移ったよ。攻めだけでなく、いろいろなことをやらなくちゃいけないよ。難しいけど、やりがいのあるポジションだね。それ、翼！よし！ゴール！そして試合終了。南葛中学、全国大会ブリッジに向け上々のスタートを切りました。